体いつ誰に何を言われた。京極か綾野コーチか西園寺か。お兄様、僕は気づいてやれなかった。トーコが家を出たあの瞬間まで僕はトーコが何も知らないと信じていたんだ。お兄様、さっきは助かったよ。塔子に止めてもらわなかったら危なかった。